さんこんばんは、爆笑問題田中裕二です。こんばんは、土屋アンナの友達。どやどや、どやアンナです。どやアンナです。どやアンナ、なんかね、大変みたいですけどもね、わかんないね、あのどういう話なんだか、ね、いや、あの土屋アンナは全然悪くないらしいですよ、うん、だから、まあ、なんかね、えそういう話にもなってますけどね。そういう話でしょ、だって、うんうん、まあ、だからな、どっちがのあれをっていうのはわからないだって原作者の人が、まあ、原作者の人はそう言ってますよね。うん、だからどういう話かっていうと、土屋アンナが急にお前はプロデューサー側なの。いやいや、側でもない、どっち側でもない。俺は土屋アンナ側。いやいや違う違う、どっち側でもない。一点だけどね、一点。そうそうそう、昨日は土屋アンナ、あの女やっぱりやっぱりかみたいなことを思ってたんだけど、今日の記事見たら、はい、見あ全然悪い悪いのこっちだったんだっていう。いや、まあ、まあ、わかんないですよ、今後どういうことになる。またそれがまた言ってんだって、可能性がゼロとはないけど。いや、もうだって、いや、俺もそうよ。気持ちはそうなってるけど、それを今ここでどっちが悪いとかって、はっきり言うわけにはいかないからってことで。そうかな。そうですよ。だってわかんないじゃないですか。いや、俺は土屋アンナはいい人だと思う。すげえいい人だと思う。すげえいい人とかっていう話とまた違う話ですよ。だってさ、原作者の人が困ってるのに自分が立ち上がった。どういう話かっていうと、ね、記事で、今度、草月ホールでやるお芝居。土屋アンナさんが急に練習に来なくなって、最初2日間ぐらい来たのに急に来なくなって、バックれちゃってるから。ホームページ見てさ、うん、あ、相当名指しで言ってたから。うん、そう。だもこれはひどいって、よっぽど腹に据えかねたんだなと思って。うんうんうん、土屋アンナ前々からね、俺はね。ちょっと、とにかくね、あの、え？悪そうな顔してるから。いやいやいや、そうそう、怖そうな感じはイメージあるけどもね。29歳とかってびっくりしたんだけど、え、まだ29歳みたいなね。びっくりしたんだけど。で、そうなったから、そのお芝居の主催者側は、もうこれはもうひどいと、で、中止になっちゃってお芝居できなくなったから、健康に来なかったって。損害賠償だな、みたいな話になってるっていうニュースが昨日かなんかあったんだよな。名指しで。名指しでね。あ、これで訴えてな、俺も思って、こんなことすんな、土屋アンナって俺も思ったんですよ。今日のニュースで俺はもう土屋アンナ許さんと思ったからね、昨日の時点で。結局ね、今日見てたらその原作者の人がいて、で原作者の人が違う、その前に反論つって事務所側がね、うん、事実虚婚ですみたいな、虚婚じゃなくて無根で、無根、俺も虚婚だよなんて言ってたんだけど、今日は言ってないですよ、無根ですからね、うんうん、そしたらその原作者の記事がそう見たら、あのアンナさんはちっとも何にも悪くありませんと。それ見て、あ、じゃじゃじゃと思って。じゃじゃと思って。それで、あの、やっぱりいい子だったんだ。いや、いい子だったとかっていうか、ああいうふうに見える子に限って。原作者の人が言うにはよ、心意気だな。原作者の人が言うには、偉い。その、お芝居を許可もしていない人。してないんだ。なのに勝手に話が進んでいっちゃってると。ね。で、それを知った土屋アンナさんが、そうなんですかと。ね。ジェジェとは言ってないですよ。そうなんですかと。ジェジェジェそのね、認めてもないお芝居、それは私もじゃあ勝手にやるわけにはいかないから、っていうことで。自分が矢面に立って立ち上がってくれたんだよ、ね、立ち上がったっていうかね。まあじゃあそれはダメでしょうっていうことになって、や出なくなったと、まあ。これはもう私は。稽古にね。ただそれはね、まだね、俺らの段階ではさ、どっちともわかんないじゃないですか。話をして、した上で、これこれこうだから、あの、稽古出ませんよって言ったか言わないかとかも。いや、よりでもねえよどっちとかじゃねえんだよその感じ。違うわ。あくまで、俺はだから、まあ言ってみれば、だからどっちともわかんないから、あんま言えないってだけですよ。ああ。じゃねえんだよ。そっちサイド、ね。そっちサイドでもないじゃん。だから、まあでも、俺も、だから本当昨日も、うわ、すげえな。こんなことやったら、どんだけね、あの、非難されるかなんて分かんないのかねと思ったけど。みかんのためにあるようなニュースだよね。そうだね。サンジャポはまたね。みかんのためのニュースだよ、みかんがこれは、やるだろうね。